こちらの QR コードから質問を応募いただければ、この今日の Day5 のどこかで私たち出演者が答えるかもしれませんと、かもしれないというかもう答えます頑張って答えますので、答えるでしょ、はい、皆さん Twitter の方にどしどしご応募してくださったらいいなと思います。みほさんから、私はチェイスの時体が動くことがあります、うん、皆さんプレイ中にやってしまう癖はありますか？プレイ中にやってしまう癖、プレイ中の癖、いやプレイ中じゃないけども、うん、寝る前に暗号機の音が聞こえる、うん、それ前も言ってた前も言ってたいやだってもうピー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 ってやつですよ。プレイ中か、プレイ中僕よくここを撫でる癖あるんですよ。なんでかっていうと、僕前人にびっくりされたんですけど、こことここにね、なんか黒い線入ってるんですよ。でなんでかっていうとこうやって肘をついて僕ずっとわーってやってるじゃないですか。でなんか痛いなって撫でるんですけど、ここねなんかあざみたいになってるんですよ。やりすぎてやりすぎて。私はでも肘こうやってあのベッドの上で寝転んでこうやってやるんで、はい、ここ真っ赤っかになります。じゃあここでしょ、そうあれですね、ベッドの上で寝れない、あの寝ながらやれないんですよ。もう椅子に座っていつもこうやって手首こうやってやけど。お行儀がいい。ここですね。手が赤くなる。ここになります。皆さん右手何指でやってます？親指だけですね。私人差し指。スマホですか？人差し指。すごいな。なんでたまにあの人差し指でこうやってやってると、あの、はい、お休みモードのこの下の画面をスクロールしてしまう時がめちゃくちゃあります。癖っていうか、めっちゃわかりますね、ついついやってしまうことですね、うんうん、なるほど、皆さん、ね、あのプレイする時の体勢も違うんですね、うん、みんなはどうでしょうか、ね、はい、それでは次の質問、まだまだありますよ。何かな、今のはね DAIGO の、はいはいはい、DAIGO関連の質問でしたけれども、うん、あの最強の小学生と呼ばれた、ね、最強の小学生と呼ばれてるね。質問してくださいました、ありがとう。アイさんのコスプレ可愛いです、ありがとうございます。シナナイマンさんとノピさんが、はい、第五人格のキャラのコスプレをするとしたら、うん、何のキャラのどの衣装にしますか。なるほど、コーディネートのポイントも教えてくださいと。ノピさんは、まあ、僕ルックスで一番かっこいいと思ってるのが傭兵のスプリングなんですよ。あ、なるほど、あれ一番モテそうじゃないですか。でも腕めっちゃバネみたいな歩いてる最中バインバインバインみたいな結構暴発癖があるんで危ないですよね。他の際ここ黒い線いっぱいいっぱい黒い線入っちゃうから黒い線やばくなりますよ。コーディネートのポイントはそこですか、バネで黒い線。コーディネートのポイントはここの黒いバネですね。でもな、俺あれあります、あの1年前なんかハロウィンイベントっていうのに、はい、ありましたね、コスプレの衣装だったんですよ。そのなんか、衣装が用意されてて、はい、傭兵のなんだっけな、なんかの衣装を、あの、見たことない、それ着たんですよ。へえ、いやー、第五人格のイベントってこういう感じの結構パンチ効いてるんだなって。でもシナモンさんはナワブのイメージですね。あ、本当ですか。うん、ノピさんはどちらかというとノートン、単行者のイメージ、髪型なのかな。あ、単行者よく使ってますからのイメージが強いですね。確かに確かに。女装しないんですか。女装はしないでしょ。女装ちょっとね、もうちょっと、ね、女装できる、ね、顔つきだったら全然ね、男っていうザ男の顔ですからね、うん、確かに確かに。なるほど、早速出ました。早いな。きのこさん、こんにちは、質問です、うん、新しいキャラが続々実装されていますが、うん、こんな職のサバイバーもしくはハンターや、こんな外見のサバイバーもしくはハンターなど来たらいいなというのはありますか。ボケなくていいですか。お、全然いいですよ。あのガチで言うていいですか、うん、あ、運営さんガチで言うていいですか。お、実装してくださいと。 OK でした。シャーマン、それハンターですか。どっちでもいい。サバイバーでシャーマン。だから何かを憑依したりとか何かを読んだりというキャラクター、おそらくルックスはめちゃくちゃかっこよくなるでしょう、おそらく僕のイメージ、うん、で能力としても何かをね、こう能力をチェンジしていくキャラクター。おー、面白くないですか。なるほど、多分まあぶっ壊れるんですけどねめちゃくちゃ強そう。そう、そうしたキャラクターもしくは何かにモチーフによって、うん、
能力が変わっていくと。能力が変わっていくと。あ、確かに、うん、いやそういう発想多分結構好きなんじゃないですか、この。いやね、かっこいい、うん、いやかっこいいと思うな。いや、めちゃめちゃガチなやつ来た。どうしよう。あ、じゃあ私、はい、私もガチなやつですよ。はい、私はあのルックスがもうはちゃめちゃに可愛いアイドル、職業アイドルの女の子サバイバーが欲しいです。あ、なるほど。こう、効果は？ステージみたいな。踊ってコンサートみたいな、ハンターを引きつけるみたいな。そう、そう踊ってる間ハンターもあーってなってるだけ。魅了されちゃう。攻撃的に。チェイスしてる途中でもうこっちに歌い出したら視界がこっちに。いやいや。そう引きつけ。一番強いじゃん。引きつけサバイバー。釘付けサバイバー。やっぱり可愛いキャラクター欲しいんですよね。いや、うん、いいかもしれない。うん。マジか、みんなちゃんと考えてんだな。いや、やっぱり何も思いつかなかった。しかも今考えましたからね。すごいな、何にも考えてないもん俺。いや、これ常日頃なんですよ。常日頃僕はこういう、うん、おったらなっていう、まあこの質問。じゃあ自分はあれですね、サバイバーで YouTuber っていうサバイバーするんですよ。何するの？そう、YouTuber サバイバー。ダメかな、それは。多分却下されるかな。か実況しながらね。そう、スマホ持ち歩いてこう逃げるっていう、こうやって逃げる。どういう特質なんですかそれ。そう、なんか自撮り回してる間は移動速度がなんか上がるみたいな、うん、めちゃくちゃ速い。なんかそんなもう適当に作ってもらって YouTuber はね一人で撮影してますからね。そう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 、いつも寂しくね。なるほどね。おそらく、はい、あの他の人と解読したら遅いんでしょうね。ああ、そうですね。協調性が協調性ないからね。協調性ないんで。さあ、ここでたまらず次の質問を出されました。はい、朝猫さん、お三方でお互いに可愛いあだ名やかっこいいあだ名を考えてみてください。わらわら。なるほど。絶対死なねえマン。田舎のヤンキーが言い方みたいになってるんですよ。絶対死なねえマン。かっこよくない？なんかあります？じゃあ、あーちゃん。アイドル、アイドルっぽい。絶対いますよ、あーちゃんっていう方。あーちゃん、もうなんか殺されそうだな、本当に。じゃあ私、のんぴさんは、はい、のんちゃんで。のんちゃん、ちょっとかぶってるんだな。ちょっとかぶってるけどね。まあ、いざという時に、じゃあ僕、チェンジできるんで、のんちゃんでやってたら。はい、ね、飲んでーすって言ってチェンジできますね。いけますかね。まんまじゃん。さあ、めっちゃおもろいな。今で終わりですかね、質問。はい、はい、